三章、どん底の町。なんだ、こけし。捨てられてる、わかりやすく。いい体。しっかり墨入れてますわ。いてれれれれれ、めっちゃ傷ありやん。ドラゴン。あ、どこここ。撃たれたんそこ。鋼の胸筋で跳ね返したんか。レスたちがいっぱいおるやん。おやっさん、ここめがけたん。いや違うよな、さすがにこれとは別やろ。ようやく目覚ましたか。誰や。今日が水曜日じゃなくて命拾いしたな。ゴミの日なんか水曜日だ。誰だ。今日はこの辺生ゴミの回収日だからよ。傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、まあ、立てんなら問題に。さっさとお家に帰るんだな。なんか見たことあるような気はする、この人。母ちゃんとか神さんとか子供とか誰かは心配してんだろ。 いねえんだよ。俺は迷惑はごめんだ。ああそうそう、場所は適当に自分でやってくれ。え、あの世を。おい、あの男はやっぱ死んだか。死んだだろ。いや生きてるよ。え、なんだよくさ、俺の負けか。悪いけど負け分はつけて頼むよ。人の生き死にで賭け事してやがる。しかし釣り糸で縫っただけでよく直せるもんだ。さすが元看護師だな。あ、助けてくれたんか。ああ、この男の生命力あっての結果ってとこだ。ああ、なんてしぶとい野郎だ。お前が死ぬ方にかけて損したぜ。おとなしく死ねっての。なんだぞ。ああ、なんでその目。じゃあお前が負け分払ってくれんのか。やめろバカモン。それより今日は久しぶりに大量だ。あら、もう一匹食うか。これ何、フナ。お裾分けしてくれんのか。でもカセットボンベを切らしててな、一本調達してくれたらそれと魚は交換だ。ああ、マジかよ。仕方ねえ、ちょっくら探してくるから待っててくれ。うん、あのよ。え、どうした。そう、いろいろ聞きたいことが。どうなった。とりあえずここはどこだ。偉人町だよ。はあ、偉人町。偉人町、伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。知ってるだろ、横浜。はあ、あれやん、キムタクがごとくのマジやん。横浜。なんで俺が横浜に。そんなの俺は知らねえ。3日前かな、夜中周りが騒ぐしいと思ったら、仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよ、うん、ゴミ捨て場に捨てられてたっつってな。死んでるかと思ったんだが、気を失ってるだけだった。死にかけちゃいたけどな。で、あんたが手当てを。うん、でも見りゃ分かる通り、ここじゃろくな手当てはできに。助かったのはあんたがしぶといのと、玉の当たりどころが良かったことだ。おやっさんがそこ狙ったんか。玉は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず、背中から抜けてた。軌道がちょっとでもずれてたら、あの世行きだったはずだぞ。そっか。だってもう心臓やんそこ。ありがとね。乳首の色濃くない。つまりあんたは命の恩人。勘違いすんじゃねえ。え？ここで死なれちゃ俺らが困るんだよ。困る。殺人事件となりゃ警察が来て、目撃者を探すために俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。マスコミもドヤドヤやってきて、俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。うん、かもな。
かもなじゃねえ。バカかお前。いいか、そもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ。自分で言いたくもねえが、俺らは不法居住者なんだ。そっか。しかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの、迷惑どころか命取りになる奴だっているんだ。分かったか。分かったよ。ホームレスも大変なんだな。とっとと自分の家に帰れ。自分の家。亡くなっちまったからな。一、帰る場所なんてねえんだ俺には。うん、あの迷惑はかけねえ。少しの間だけここで休ませてくんねえか。やだね。頼む。ちょっとだけ助けると思って。助ける？まさかお前、俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか。俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいるとその分誰かの食い縁が減る。取ってくるから。大迷惑なんだよ。さっさと消えろ。分かった。冷てえな。え、まずいか。どうする、ここで死んだら。めんどくせえな。傷もまだ治ってねえし体力も限界。うん、倒れて当然だ。しょうがねえ、少し休んでけ。よかった。ありがてえ。あんたなんだかんだでいい人なんだね。ここで死なれちゃ困るって言ったろ。それだけだ。そうだったよな。でも恩に着るぜ。まあ、とはいえまずどうしたもんかな。どうしたもんかって何がだ。俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。でもここにいる以上俺の言うことを聞け。ああ分かった。お前名前は？一番。カスガ一番。あれ、前昔はカスガってやったのに。偽名を使うとは意外と用心深いな。いや、ほんまなんです。まあ、こういうとこじゃ偽名を使うのは普通だ。でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと。本名なんですが。え？そうなのか？デリカシーがねえな。ああ、うん、じゃあ一番でいいな。なあ、で、あんたは？うん、ナンバだ。ナンバ。ナンバ？偽名なんだろ。さて、どっちでしょうか。興味ねえよ。そういうこと。ここではそんなのはどうでもいいんだ。あのところでお前、少しくらい金持ってんのか。一文なしだ。5000円ある。なあ。え？1000もねえよ。問題ねえよ。でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教えてやる。なんだよ、いきなり金を稼げって。ここにいたいんだろ。でもそれは俺の一存じゃ決められねえ。村長からの許可がいるんだ。村長？ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ。村長の許可さえもらえば、まあお前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。うん、上納金ってことか。うん、そうとも言えるが、ちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。うん、働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。よくそんな人がホームレスに。そういう人に許可をもらうには汗水垂らして金を稼いで、でもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか。わかった。でもどうやって稼げばいい？うん、教えるって。夜までに少し稼ごう。うん、ついてこい。もうケツの穴くらいしか残ってねえんだけど俺。ん？さて、じゃあ始めるとするか。始めるって何を？稼ぎ方を教えるって言っただろ。自販機のお釣りを覗くんか。よく見とけ。これが俺たちの稼ぎ方だ。
自販機の下から小銭拾うんか。稼ぎ方ってこれかよ。かっこ悪いな。かっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ俺たちは。プライドなんか捨てて地べた這う覚悟がねえと生きていけねえぞ。ん？ん？この感触は500円玉。ゲーセンのメタルとかじゃねえんか？本当か？ああ間違いない。今日はついてるぜ。座れ。お、あ、あ、違うわ。王冠か。なんだくそ。変な希望持たせるんじゃねえ。ったく。ほら、次はお前がやる番だ。この付近にある自販機一通り回って調べてこい。あとゴミ箱もな。金になるものが捨てられるかもしれないからよ。わかったよ。俺は先に戻ってるからよ。お前も調べ終わったら戻ってこい。この町は危ねえ連中がたくさんいる。あまり遠出しないようにしろよ。これが偉人町か。しっかりやれよ新入り君。仕方ねえ、近くの自販機とゴミ箱調べて回るか。ん？これ何もねえ。あれ全部探したぞ。こんなん毎回すんのか。どうだった？後に役立つかも。頑張ったんだな。稼げた分はたったこれだけだ。55円。村長、こいつが話してた男です。うん、村長らしい見た目をしとる。なんだ坊主。一番と言います。わけあって撃たれたんだろう。そりゃ腐るほどわけもあんだろうよ。はい、体が回復するまでここに置いちゃくれませんか。これっぽっちですが金用意しました。てめえが稼いだ金だろう。せいぜい盗まれないようにするんだな。え、受け取ってもらえないんですか。俺ここにいちゃダメってこと。こと？ここに住む人間にとって重要なのは金よりも身の安全。はい、わかります。自分で働いて律儀に金を持ってくるような親友になら、あ、なるほど。島を荒らすようなことはしねえだろう。金額じゃねえんだよ。姿勢なんだ。その恩義必ずお返しします。恩義？ヤクザか。あ、やばい。お前、ええ、つい最近まで、ええ、当の昔に見捨てられてたみたいなんですけど。ふんふん、何があった、話せ。こんなことありまして。あ、じゃあ魚も。18年も無所勤めした子分を打つなんてなかなか根性のある親分だな。辛いか。辛いっすよ。辛いとかどうとかって、そう、なんとも言いようがないっていうか。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。尻尾はちぎってこんな風に酒に入れてみな。テクニックや酒を美味しく飲む。ああ、ああ、しみるな。そんなんでうまくなんのか。偉人潮流ヒレ酒だ。体が治ったら出ていくもよし、住み続けるもよし。優しい。好きにしろ。本当にありがとうございます。で、
明日からどう暮らすんだお前。自分の食いぶちは自分で何とかしろよ。分かってる。じゃあ朝5時半に出るぞ。とりあえず無難に缶でもやるか。缶拾って監禁すんのか。缶拾いのことか。そんなに早く起きんのか。早いもん勝ちの奪い合いだからな。寝坊したら置いてくぞ。え、分かった。やる以上はバッチリやるぜ。そういう、でも缶拾いとかするんだったら普通に働いて時給稼いだ方が良くないか。自販機3つ回って55円しか手に入らんだし。あー眠い。撃たれた後散々寝てたじゃねえか。甘えてんじゃねえ。なんかモノマネしたくなっちゃう。おう、よう来たぜ、カンさん。カンさん。ああ、なんだか、そいつが噂の新入りか。カスがってんの。はい、だま。うん、チャリやん。違う、缶を拾うんか。あれにホームレスにサブストーリーやだ。なんだ。俺ホームレスになりたくないよ。うん、缶は二足三文、とにかく数集めねえと金にならねえ。うん、じゃあ俺は早速缶集めに行くぜ。ああ、わかった。ミニゲームなんこれ。チャリに乗るのも久しぶりだな。じゃあ行きますか。そいつはただのチャリじゃないぜ、カンさん。缶拾い用にカスタマイズした代物なんだ。三輪だからこける心配もないしね。そりゃありがてえ。まあチャリに乗るのが久しぶりなんだったら、ちょっとその辺こいで鳴らしてみな、うん、スコア B または RT。 ちなみにそいつは後ろに漕ぐとバックもできるんだ。すごい、結構便利なんだぜ。おお、よしよし、大丈夫そうだな。じゃあその辺一周して缶拾ってこい、うん、ここの川沿いは関西やしな。結構空き缶が落ちてるスポットなんだ。まずはまっすぐチャリこいで探してみな、うん、なあ、わかったよ。必ず最後に愛が勝つんや。缶落ちすぎ笑った。落ちてる。ちょっとなんかめっちゃ落ちてる。すごいよ俺。すごいテクニックや。あれは？あれはスタミナ。なんだ？栄養ドリンクを拾うと力がみなぎります。力がみなぎった状態を Y を押すとブースト状態になり、数秒間高速で走ることができます。全力でこぐって気持ちいいな。はい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 。勢い余って壁に激突。缶が自分の意志を持ったかのようにここで使うべきやった。あそこにも缶があるな。なんだあいつらは。他のやつらが。おいおい、あいつらも缶拾うのかよ。何？ブースト状態でホームレスにぶつかると逆缶を逆に奪い取ることができます。本当や。奪い合いなんやこの世界は。缶拾いにもライバルがいんのか。まあそのくらいの方が張り合いがあっていいな。一周したし、ぼちぼち缶さんのとこに帰るか。よし、奪ってこうぜ缶を。ゴミ回収車について。ゴミ回収車に衝突すると大量の缶を徴収されてしまいます。能力バトルやん。回収車の車のルートは難易度ごとに異なるので、マップをよく見て回収車を避けましょう。ゴミ捨て少女について。時々ゴミ袋を背負った少女が現れます。少女は大量の缶を落とすので積極的に後を追いましょう。ヘイ、あああうわあ、やべ、缶がもう残ってねえ。いや残ってる、63。あ、来たぞ少女。あれか、なんだあいつ。こいつがこうやって落としてるから、やばい、逃げろ。なんやあのゴミ少女、めっちゃ缶くれるぞ。あいつについてくんや。山もある。
やべ、残り30秒。やべー、ちょっと待ってくれえ、どこへ、え、ゴールどこや、時間がね、あ、逆や逆、ごめんなさい。え、ゴールこっちか、こっちか、時間がねえ、まあ、ダメだったか、詰めた感が少ない。あ、分かった分かった分かった、ね、あ、なんだ、だからおまけしてやる、ほらよ、なんだ、ありがとう、6円くれた6円トラックに引かれて回収者に、これじゃ駄菓子も買えねえな。缶集めやエコポイントの取引をしたいときは会いに来い。わかったぜ、母さん、また来るよ。なんて爽やかな顔してるんや、悔しいな。どうだった、うんうん、6円もらった。すげえ頑張ったのにこれっぽっちだ。ホームレス家業なんてそんなもんだ今日は特別に飯をご馳走してやるよ。いいのか、やった、栄養失調で倒れられたら迷惑だからな米が食いてえのは百も承知だが、今朝はパン屋の廃棄日でな、文句言うんじゃねえぞ。あ、俺米のが好き、魚挟んで食うの贅沢。コッペパンか、なんだ文句言うならやらねえぞ。そうじゃねえ、大好きなんだよこれ。あ、無所の中じゃ毎日くせえ麦飯ばっか食わされててよ。でも週に1回だけ普通のコッペパンが出るんだ。ああ、食ってたな。楽しみでしょうがなかった。週一やったんか。なんで普通のコッペパンだろう。普通ってのがいいんだ。無所は普通の場所じゃねえ。くせ飯を食ってるとそれを嫌ってほど思い知る。俺にとっちゃコッペパンの普通の味ってな、シャバの味だったんだ。シャバの味ね。ほらよ、いただきます。きーうめー、すっぽうと食うよ。面白えやつだな面白えやつ。うん、集金屋が来たぞ。集金屋？今月は随分と早いな。今から今月分を回収する。各自金を用意して、え、寝床の前で待て。何これ、なんだあいつ。集金屋のテイっつってな。テイ、寝所料って名目でホームレスから金を巻き上げてんだ。ホームレスから金取れるか。はぁ、なんで金払わなきゃいけねえんだ。ここはあいつの土地なのか。そうじゃねえが、俺がここに来る前からそういう決まりになってんだ。うん、封筒まで。そんな金払う必要ねえじゃねえか。拒否すりゃいいだろ。俺だって毎回ぶん殴ってやりてえと思ってるさ。だが、支払いは村長が決めたルールだ。村長が？噂じゃてえはハンピン・リューマンのメンバーだ。聞いたことある。ハンピン・リューマン、偉人町に昔からねじろがある中華マフィアだよ。奴らを敵に回せば何されるかわからねえ。殺されかねねえからな何がマフィアだよ。よし、恩義を返す時が来たな。まずいんじゃねえか。やめろ。村長はここの平和を維持するために渋々支払いを飲んだって話だ。
村長の考えを尊重するか。それはだからおとなしくしろ。2000円、それより1万2000円持ってるか。いや、とてもそんなにねえよ。やべえな、俺も自分の分で精一杯だ。1万あん中に隠れたろ。俺がうまくやる。絶対動くんじゃねえぞ。メタルギアソリッド的な感じか。なあ、分かったよ。よう、ナンバちゃん。名前覚えてくれたんだ。景気はどうや。景気のいいホームレスなんて言いやしませんよ。そんな甘ったれたこと言ってっから社会復帰できねえんだよ。毎日酒飲んで寝てだらしねえ暮らししやがって。お前らもそんな感じなんやろな。おっしゃる通りです。すんません。下で似てるな。大丈夫か。隠れた。ああ、ドキ。なんだこのでけえの、お前のか。ちょっと荷物が増えたんすよ。荷物？え、おい、中身確認しろ。お待てよ、俺にもプライバシーってもんが。てめえみてえなグズに会うわけねえだろ。あっ、ナンバやめろ、サマンじゃねえ。ちわす。いや、やろう。こいつら殺せば払わんでもええ。ごめんよ、ナンバさん。やっぱこんな奴らに我慢することねえよ。誰だお前。昨日からここでお世話になってるもんで。そうか、だったらてめえもここの住人ってことだよな。住むからには払うもんきっちり払ってもらうぜ。金はねえ。ま、あったところで払う気もねえ。おい、ナンバー、めんどくせえの連れてきやがって。しかもそれを俺らに黙って書こうなんてよ。まずい。後でたっぷりお仕置きだぜ。この人は俺の命の恩人で、その手どけろ。はあ、かっこいいね。まあお前みたいに尖った信号は時々いるんだよな。だが負け犬はどこでどんだけ吠えようと、所詮負け犬の遠吠えってやつよ。そういうバカには体で思い知ってもらうしかねえな。体で？あ、止めねでくれよ、ナンバさん。止める？冗談じゃねえ。え、止めても殺されて川の底に沈められるだけだ。こうなったらこいつら一発でも殴ってから死んでやる。ナンバてめえ、何信号に任せてんだ。いいじゃねえか、ナンバ。止めて空き缶一つ拾えねえ体にしてやんぞ、こら。よっしゃ、行くぜ。吹かしてんじゃねえぞ。やってやるぜ。何やったっけこいつ、名前が読めねえ。なんだな。まず来やがれ。ロックスイングをこいつだ。とっておきだ。シャ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 。逃げるな。よーし。鳩の教習、臭い息。豆を投げつけて鳩を教習させ敵一体にダメージを与える。はい、臭い息を吹きかけ敵一体の守備力を下げる。物乞い、情に訴えて敵一体に物をねだる。成功すると敵からアイテムを入手する。しばしの休憩。その場で仮眠を取ることで自身の HP を回復させる。ヒーラー、こいつ魔法使い系か。てめえ、てめえ、
俺がハンピンデューマンの人間だって分かってんのか。ここのホームレスから2000円ずつ集めてもよくて10万そぼろめんのか。そんなせこいしのぎに精出すチンピラが生きがってんじゃねえ。本当にいいのか。デューマンを敵に回せば命はねえ。今詫びを入れれば今日のことは忘れてやる。そういうのをさ、負け犬の遠吠えっつうのよ。うるせえ。最後のチャンスで謝るなら今のうちだ。さだから謝らねえっつうの。後悔しても知らねえぞ。よく吠えるな。じゃあ謝んねえとどうなるんだ。ハンピンなんとかってのがやってくんのか。ハンピンなんとかそんなに強えのかよ。当たり前だ。横浜最大の中華マフィアだ。おい、てめえらよく分かってんだろうが。謝ろうかな。で、その最大の中華マフィアの幹部連中がここまでわざわざ来んのかよ。何？じゃあさっさと帰って幹部に報告しろ。小遣い稼ぎしてたらホームレスに帰り討ちにされましたっていう。それは聞きそうだね。でもどうかな。じゃあ俺らが敵取ってきてやるなんて優しいこと言って出張ってくれんの。おめんとこの幹部はそんなに暇か。暇マフィア。あ、暇マフィアか。ふざけやがって。ふざけじゃいねえ。おめえも組織の人間ならわかんだろ。幹部が下っ端のいざこざくれえでいちいち出張るなんてしねえことくらいよ。こらめ！てめえ、これで全て思うんじゃねえぞ。矛先が向いてる。後できっちり筋通させてもらうからな。うるせえ。だいたいここはリューマンの島の外だろうが。マジか。そりゃますますまずいんじゃねえの、ていちゃん。てい。何？俺は横浜のことは詳しかねえけど、縄張りくらいはきっちり決まってんだろ。あんたにとっちゃ軽い気持ちの小遣い稼ぎでも、やってることは立派な島嵐だ。自分とこの縄張り超えた上に、ホームレスからは帰り討ち。組織のメンツも丸つぶれか。どう報告するか、大変だな、これ。くそめらー。なあ、ていちゃんよ、下っ端ってのはきついよな。俺もよくわかんだよ。でも弱いもんいじめはよくねえよ。うそ。今日のところは開けてやる。帰るぞ。そっか。じゃあ次はなんか食いもん持ってきてくれよ。やったな、数で勝ってんだ。勝手なことをしてくれたな。させん。いや、でもこれでも奴にビビる必要ないですよ。月2000円よ。な、村長切れてる。次にあいつらに手を出したらすぐに出て行かせる。俺らにとって一番重要なのは明日の寝床なんだ。忘れるなよ。グルなんじゃねえ。村長。で、バックで10万円の半分の5万もらってるとか。いや、すまねえ。やっぱ俺、勝手なことやっちまったよな。いや、お前の見立ては間違っちゃいねえよ。おかげでずっと溜まってた怒りが発散できたってもんだ。あいつ顔悪そうやもん。俺だけじゃねえ。見てたみんなもすっきりしたはずだ。礼を言うぜ。そんな礼なんてやめてくれよ。うん、しかしお前は人を怒らせる天才だな。は？わざとじゃねえよ。それにそんなのやべえだけだろ。人を怒らせる天才、俺も言われたことある。でもな、厄介な才能でもその人間の魅力には違いねえ。そんなもんだ。どうだかね。しかし知らなかったな。横浜じゃ中華マフィアがあんなに幅を利かせてんだな。中華マフィアだけじゃねえ。この町を仕切ってるのは偉人さん。偉人さんだ。偉人さん。
かいくつ開いてた女の子なんて歌や。美人さんに連れられて行っちゃったと。さっきのテイが所属しているのが中華マフィア、うん、ハンピン・リューマンだ。そしてこっちがコリアンマフィア、つまり韓国の組織だな。もちろん日本のヤクザもいる。その名も横浜青龍会。この3つを総称して地元の人間は偉人さんって呼んでんだ。はあ、ははあ、なんで日本でおめえ中国と韓国のマフィア。じゃあ横浜青龍会ってヤクザはやっぱり近江連合の傘下なのか。バカ言え。青龍会は未だに一本独行を貫き通す筋金入りだ。じゃあ偉人町に近江連合は。近江連合どころか偉人町には東条会さえ入ってきた試しはねえ。日中間によるこの鉄壁は肉の壁って言われるくらい頑丈だ。よその勢力は決して入ってこれねえ。肉の壁か、すげえ例え方だな。じゃあその3つが連携して町を守ってんのか。連携、そんなことしてねえさ。この3つはな、昔からバッチバチに睨み合ってんだ。仲悪いんだね、やっぱ。え？じゃあ明日にでも戦争が起こったって不思議はないんじゃ。まあ冷戦状態だな。冷戦？何か少しでも摩擦が起こればいつ爆発してもおかしくねえ、火薬庫みてえな状態ってことだ。なるほど。一番よ、いつ爆発するかもわかんねえ火薬庫に盗みに入る気になるか。冗談じゃねえよ。だろ。つまり冷戦状態である限り外部の組織は横浜に手を出さねえ、出したくたって出せねえ。一触即発だからこそ侵略者を防いできたってことか。でももし火薬庫に火がついて横浜の内部で戦争が起きちまうことだってあるんじゃねえのか。考えたくもねえな。あの3つの組織はそれぞれがマジで半端じゃねえ。それこそ核爆発くらいの衝撃が走るんじゃねえかな。でも随分長いこと戦争もしてねえんだよな。だったらもうそんな気もさらさらねえだろう。意外とその偉人さんの幹部ってのも冷戦にかこつけてのんびり構えてるんじゃね、うん、それは違うな。違う。3つのトップはそれぞれが最強を目指し合うことで冷戦が保たれてるってことを誰よりも知ってる。むしろ日々組織力を高めて成長を続けてるはずだ、うん、火薬庫のデカさは増すばかり。なるほど。横浜の裏社会で生きるってのはそういうとこで生きる覚悟が必要ってことだ。なるほど。十分気をつけろってか。まあな。本当の横浜もこんな感じな。でも一番お前はラッキーだったんじゃねえか。え？なんでだよ。お前は近江に寝返った親分から撃たれた。そして誰に運ばれてきたかは知らねえがこの横浜に来た、うん、でもここ横浜は関東で唯一近江の手垢がついてねえ場所だぞ。なるほど。確かに。少なくともここにいれば安全なんだからよ。そこはラッキーだろ、うん、じゃあおやつさんがここに捨てたんか。ああ、でも俺は偉人町でのんびりしてていいのかな。じゃあさっさと出てけ。止めねえから。分かってるよ、すぐに出てくよ。あん、何すんだよ。当分無理だ。無茶すりゃまた倒れるだけだぞ。口で言ってくれりゃわかるっての。はあ、ん、何何何何何、あ、はあ、
めっちゃ血ついてる。それ1万円す。あ、ホームレスが覚醒、1万え、ま、万札だ。あいつ、万札持ってるぞ。万札だ。落ち着け。俺、昨日はこの辺で万札。ホームレスは嘘つきしかいないって聞くからな。これは一番のもんだ。え、いや、俺は万札なんて覚えがねえんだけど。ほら見ろ、やっぱ俺のだ。ほら、返してやれ。いや、久しぶりだな、ゆきちゃん。落としてねえやねえか。私は会えねえかと思ったぜ。あ、燃えるんじゃねえこれ。手にしてやっからな、待ってるよ。なんだこれ。なんだ、どうした。は？え、偽札？裏が真っ白。おもちゃの札じゃねえか。いや、あぶり出しとかか。こいつはおもちゃじゃねえ。表はどう見たってモノコンの万札だ。え、ちょ、え？それに透かしだって入ってる。本当だ。え、おもちゃで透かしは入れねえやな。じゃあ裏はねえけど一応本物か。なんで5000円分は使えるとか。あってことはつまりこれって偽札は。え、に偽札。 お前どこでこれを手に入れたんだよ。違う、これは俺のじゃねえ。お前落としたっつってたよな。落としたもんだって言ってたのは誰だ。俺が万札なんて持ってるはずねえだろ。持ってね、特に使ってるよ。分かってる、やめろ二人とも。お前のだろ。お前なんでこだも持ってんだ。こんな厄介なもの持ち込みやがって、いい迷惑だ。あのな、こいつをここに置いとくともっと厄介こと持ち込むぞ。こいつは追い出すな。何で偽札が出てきたんや。知らねっての。偽札なんて全く覚えがねえよ。嘘つき。じゃあこれはどっから出てきたんだよ。待て、確かにこれは一番のポケットに入っていた。だがポケットには撃たれた穴が開いてる。あ、本当だ。もし一番がもっと前から持ってたとしたら、万札にも銃弾の穴が開いてるはずだ。だがこいつは開いてねえ。賢い。撃たれて気を失った後自分で入れるなんてこともありえねえ。つまり撃たれた後誰かが一番のポケットにこいつを入れたんだ。誰が何のために。わかんねえよそんなの。まあ、ここに運んできたやつなのかな。でもそれが誰なのかもわかんねえんだよな。ああ、そもそもなんで俺がここに運ばれてきたのか、なんでそんな札があんのか、本当にわけがわからねえんだよ。嘘じゃねえよ。とにかく俺たちは警察が絡むような揉め事はごめんだ。そんなもんさっさと捨てて、もう騒ぎ起こすんじゃねえぞ。騒ぎにしたのは誰だ。村長に報告するぞ。ナンバーさん、そりゃ勘弁して。で、分かった、約束する。騒ぎや揉め事には気をつけるから。はあ、やっぱ俺はここにいるべきじゃねえよ。だからって他に行くあてもねえだろ。だけどどこへ行ったってここよりはマシな気がするぜ。失礼な。え、一日足を棒にして働いてこのざまだぜ。そもそも世の中にはよ、これっぽっちよかもらえる仕事っていっぱいあんだろ。あるだろうな。あるだろうなって、じゃあやろうぜ。どの当てがあんのか。そんないい仕事を紹介してくれる知り合いでもいるのか。え？スマホは？そうだ。ハローワークにでも行け。なんかあんだろう。あのな、簡単に言うんじゃねえよ。みんな聞いてくれ。何する気だ。なあみんな、なんでこんな暮らししてんだ。
一度でもハロワくらい行ったか行ったかハロワくらいお前ら一度でもどうだなあんたたち体力はあるじゃねえか手先の器用なやつもいるし料理がうまいやつだっているなのになんで仕事を見つけようとしねえ、うん、めんどくさがってんじゃねえなんでよおいおいトラブルと揉め事から逃げてこんなしょぼいぬるま湯みたいな暮らしを続けんのかここで一生終えてえのかよ俺はごめんだぜ一緒にハロワに行って仕事にありつこうぜどうしても行かれってんなら腕づくいい加減にしろなあそれなりの理由があってここにいるってのは忘れたのかいい加減にしろ本当にああ訳ありってことだろ覚えてるよでも多少の訳があったってここに居続けるよりマシだろめんどくさがらなきゃ働けるところぐらいあるさ前科持ちでも大丈夫だっててめえ勝手に決めんじゃねえここには前科者も確かにいるさでもほんの数人だほとんどのやつは罪人なんかじゃねえ騙されて借金の保証人になっちまったやつ家族のために頑張ったが期待に応えられずその家族にも逃げられて途方に暮れちまったやつみんな心が折れて仕方なくここに流れ着いてきたんだお前心が折れちまった人間の気持ちが分かんのかみんな家族や親兄弟もいて捜索願いも出てる待ってる人間がいるって分かってんだそりゃそこに帰りてえさでも帰れねえよ俺た気持ち引きずったまま帰れやしねえそんな奴らを無理やりハローワークに連れて行くだそんなことしたら一発で居所がバレてまたどこかをさまようわなきゃなんねえんだぞ働くのめんどくさがってるだとみんなまともな仕事をやりてえよでもそういう仕事に就きたくてもそれができねえ事情があるんだだから遠回りでもここで頑張ってんだよすまねえてめえの価値観を押し付けんのはやめとけやめとけまあでもよ例外もいるぜえ一番の言うように前科者でめんどくせえことから逃げてるだけのやつも一人いるな前かは俺だよ確か難波は元看護師だったよななんでホームレスにんな話はどうでもいいんだよお前の演説にはめんどくさかったんかも確かだよし思い立ったら吉日だ一緒に行ってみっかハローワーク仲間思いやけどもまあ確かに俺もそうやしなみてえなじゃあ行こっか教習の極みああなんだなんだバトル系難波と状態異常難波はホームレス生活の中で培われた風毒になりにくい体を持っていますそうなんだ難波さんいい体質ですねお前らどけあれいけねえよとっておきだよし怖いのえで俺の番ね来てみろ見てろよからのダメなんか何も持ってねえんかこいつちょっとこっち手伝ってやばい仲間駆けつけとる行くぞ見せてやるよこっちあらでおい来たさあほら来いよ何も持ってねえんか俺の番だな見せてやるよとっておきだよっしゃ勝ちだ金持ってねえなジョブランクアップ強くなっちまったかよしかいいなケツかいてるこのおっさんえどっちやうんあこれかこれかよしよしもっと走れってなんか走るの不自然やんハローワーク入んのにめっちゃ働きたいみたいやん仕事したくない人ってこうなるんよハローワーク来た時にまずお前らもあれやろ親にハローワーク行けとか言われて俺も一回行ったことあるよ実はかゆいなうんかゆいよな、うん、
で、そうなった時にこうやって仕事するかってなると、こうやってとりあえず壁を見つめるとかそういうの始まる。銀の皿だ。じゃあ行く？屈伸するふりをしながら自販機の金拾ってんやな。こんなにいんのかよ。若いやつも結構来てんな。一番、うん、お前何歳だ？35だ。42歳だ。ええ年やな。ナンバーは確か41かな。どっちも望みは薄いな。確かに年齢って大事やな。年なんて関係ねえ。仕事ってのは熱意だ。熱意だろ。熱意ね。やる気はあるっつってんだろ。まだまだ若いやつには負けねえよ。熱意があるね。松尾さん、あなたお酒臭いですよ。そういった方は斡旋しかねますんで、まずお酒をやめて後日改めて来てください。バカ野郎、こんなとこ二度と来れまか。冷たい目をしてるけどいい女だ。次の方。はい、よろしくお願いします。現住所が空欄ですが。今住むところがなくて。でも仕事は真面目にやります、うん、熱意を見てください。では今回は特別に。もう決定か。ご実家の住所を書いといてください。え、なんだ。あ、でもその、あ、実家もないんすよ。いわゆる路上生活ということですね。では自立支援センターの方へ行ってください。え、なんすかこれ。健康診断や技能講習を受けられますんで。いや、俺が紹介してほしいのはこういうのじゃなくて仕事なんすよ。現状では斡旋しかねます。規則ですね。住所がないとそうなるのね。お願いしますよ、俺頑張りますんで。無理なものは無理です。規則ですので。生活保護もらいに行かん、はい、次の方。ちょっと待ってくれよ、もう少し話しよう。おい、さっさとどけよ。そんな態度で仕事がもらえると思ってんのかこいつ。どうだ、熱意は伝わったか。いや、全くダメだ。だよな、俺も門前払いだ。捨てる神はいても拾う神はいないってことさ。まったくその通りよ。どうだい、見捨てられたもん同士。その辺で仲良く飲まねえか。お前と一緒にすんじゃねえよ。ハーモレスの分際で透けしやがって。ホームレスは下に見られるな。魚でも釣りに行ってる方がマジだったぜ、うん、とんだ無駄足だ。腐るなよ、他に方法がある。諦めちゃダメだ、うん、あんたたち仕事探しに来たのかい。うん。あなたは。ああ、だけどホームレスには斡旋できねえとよ。それは難儀だね。なんかやばい仕事でもふっかけ落ちてないか。困るだろ。そりゃ参ってるさ。でも仕方ねえよ。でも見たところあんたたち根は悪い人間じゃなさそうだな。お世辞なんていらねえよ。でもありがとうよ。ん？今夜ちょっとしたバイトをしないかい？確定だ。と言っても雇い主は私じゃないよ。桜川の向こうにスナック街があるんだが、そこにハーバーライトっていうスナックがあってね、うん、ママさんが今夜一晩だけバイトを探してるらしい。スナック？一体何すんだ？さあね、詳しくは知らんが、仕事をこなせば5000円ほどくれるみたいだよ。5000円はありがてえ。行ってみるか。ありがとうな、おっちゃん。
ちょっとこんなところで斡旋しないでくださいよ。この人は職員。ん？何のことだ。見てましたからね。規則違反ですよ。見てましたからね。まあまあ。規則や法律の中だけでは救えない人間もいるんだよ。これくらいは許されることさ。はあ、いつも勝手なんですか、ね、社長は。なんか、社長のこと好きなんかな、この子。通り過ぎたってことは左手か。これか。スナックハーバーライト。あら、ガラス割れてない？あの、ハローワークのおっちゃんに紹介されてきたんですけど。え？ハローワーク？私が頼んでおいたのさ。ロックなババア。俺はの神戸に用心棒よこせってね。ちょっと浜子さん、勝手なことしないでよ。そんなの払うお金ないわよ。5000円で命張ってくれるなら安いもんさ。二人もよこしてくれるなんて神戸も気が利くね。ちょっと待ってくれよ。用心棒、命張るって一体何の話だ。俺らに何させる気だ。一から説明してやるよ。はい、こっち行きな、坊やたち。横浜の川沿いに店が並んでるだろう。全部ここと同じようなスナックさ、うん、この辺りの店はスカジャンな。もう何十年も泥棒に遭っててね。泥棒？泥棒って言っても盗むのは金じゃないよ。奴らが盗むのは電気さ。電気？東電ってやつか。ああ、あの電線を見てみな。この電線はずっと昔に奴らが勝手に張ったものさ。奴らって誰だ？あれってコミジュルじゃねえか。コミジュル？コミジュル？なんだそれ。お話したろ、偉人さんの一つ、韓国マフィアだ。はあ、コミジュルって名前の組織なのか。いや、連中に名称はねえ。コミジュルってのはあの場所そのものの名前だ。じゃあそれがそのまま通り名になったってことだ。そういうこと。ここいらのスナックはずっとコミジュルに電気を使われ続けてんのさ。外せばいいじゃん。電気代だけで1店舗あたり月数万は行くよ。もちろんコミジュルは払ってくんないから店が負担してんだよ。警察に言えばいいのに。犯人がコミジュルって分かってんなら行動すりゃいいじゃねえか。とりあえず泥棒だから、うん、まず警察に連絡か。ではどこだ。それができりゃ誰も苦労しねえだろう。なんでできあんにゃ、ばあさん。ま、そうだわね。え、なんでだよ、窃盗だぜ、うん、警察様の出番だろう。警察は取り合わねえよ。コミジロのアジトに行くなんてやべえことするはずがねえ。やべえこと？どれくらいやべえことなんだよ。生きて帰ることはまずない、ね、神奈川だもんな。また大げさな。大げさじゃねえ。コミジルに近づく人間はヤクザ、マフィア、警察関係なく片っ端から消えてくって昔から有名で、はあ、墓場みたいなところだぞ。偉人さんの他の連中だってあそこに近づくのは嫌がるくらいだ。南波さんは知り合いいねえのか、コミジュルに。いねえよ、知り合いたくもねえ。そっか、じゃあコミジュルから離れたところでそいつらの誰かを見つけ出してから。あそこから一歩でも外に出たら誰が誰だかわからねえよ。バッチつけてるわけでもねえ。コミジュルの連中ってのは偉人さんでもひときわアンダーグラウンドな存在なんだ。なるほど。釣り目のやつを見つければいいんじゃねえか。街じゃあってもわからねえ。会いたきゃあそこへ行くしかねえか。で、行けば死ぬのは間違いなし。うん、てわけで、ばあさん、こりゃ諦めてもらうしかないぜ。そんな簡単に言わないでくれよ。こりゃ死活問題なんだ。そうだよな。なんかいい手がねえもんかな。こら、一番。お前何言ってんだよ。関わるのはよそうぜ。だったら電線切っちまえばいいんじゃねえ。ね、コミジュルが勝手に貼ったもんだし。バカ言うね。
だよね。だから昨日切っちまったとこだよ。もう切ったんだ。え？だから用心棒を呼んだんか。おい、何してんだよババ。すみません、私も止めたんですけど。まあまあね、そんなことしたらどんな仕返しをされるかわかんないって泣いて止めるんだけどさ、うん、今までもずっとこの繰り返しで、ついに昨日堪忍袋の尾が切れてブチッとやっちまったのさ。私も年かね。年のせいにすんじゃねえ。どうするつもりなんだ。そこんとこはあんた方に頼みたいわけさ。5000円でな。ふざけんなよ。そんでやったのは昨日だな。コミジュルからの反応は？今日ママが出勤したらこんなもんが店に放り込まれててな。今夜中に復旧しろ。今夜中に復旧しろ。ひらがなが書けねえんや。電線を直せってことか。もし直さなかったらどうなる？そうね、相手は姿も見たことねえ連中だし、連中の言ってることが脅しじゃなけりゃ、なんか仕掛けてくるかもしんないね。来るかもしんないねって、絶対来るさ。あのな、ばあさんが自分の大事な店を続けたい気持ちはわからんでもないけどさ、さすがに無茶すぎ。自分の店？あたしゃここの常連客だよ。ママのことを思って用心棒を手配したってわけさ。はあ？勝手に。やっかいやこいつ。とにかく冗談じゃねえ。俺はコミジュルと関わり合うのなんて絶対にごめんなぜ。絶対にだ。お韓国だけにな。嫌ならお帰り。腰の抜けたボディーガードに払う金はないよ。ああそうかい。こっちから願い下げだ。おい、帰るぞ。すみませんでした。本当にお騒がせしました。ママ、あんたこれからどうするつもりだ？電線をまた引き直して、それでも揉めたら誰かにお金を借りて示談なりなんなり。そんなのやめときな。あたしゃ納得いかないよ。この人は何だ。そもそもてめえのせいだろ。ばあさんの言う通りだ。納得いかねえな。は？泥棒された上、その泥棒にまた金払うなんてありえねえ。確かに。バイト代は5000円だったな。何見込みあるみたいな顔してんねや、このまま。それがママの出せる限界でね。でもしかも、あ、金もママが出すの。構わねえ。俺やるぜ。マジかよ。このばあさん何なの？ちょっと待てよ。仕事を選べる立場じゃねえんだ。人助けして金までもらえるなら、願ったりかなったりさ。いいこと言うじゃないか。あんたはちょっと違うと思ったよ。誰かさんと違って、このバーバー。本当にいいんですか？ねえ、男に二言はねえ、俺たちで引き受けるぜ。おちょいまじ、俺たち？俺も入ってんのか？ま、やる気のねえやつはお荷物だ。嫌ならお帰り。わかったよ、もうやるよ。やらいいんだろう。よしよし、話は決まったね。心強い用心棒が二人もいるんだ。営業開始と行こうじゃないか、ママ。パレードの始まりや。ちゃんとお客さんも入ってるね。しかし不気味なビルだな。こんなに電線引っ張ってやつら一体何に使ったんだ。そんな問題になるやろ。俺が知るはずねえだろ。飲みすぎだぜ、ナンバ。たった5000円ポッチで命かけろって言われてんだぞ。そう言うなよ。死ぬと決まったわけじゃねえ。でもよ、おかしいと思わねえか。コミジュルってのはあの建物の中に閉じこもったままで、そこの人間は大っぴらには人前に現れねえ。何十年もそうだ。そんな奴らが今更電線を元に戻せって、
客のいるスナックにわざわざ乗り込んでくると思うか、うん、じゃあこのメッセージはただの脅しってことか。俺はそう睨んでるぜ。異人町の人間は小見次郎を恐れてる。それは小見次郎も分かってる。こんなもん投げ入れられたら普通はビビってすぐに言うこと聞くのが普通さ。だから石ころ投げて脅して送電戻すの待ってるんで。戻したかなんて確認もいちいちしねえさ。もし確認しに来てそのままほっといたら。いやお前、もう一個また投げに来るかもな。俺たちはずっと戻さないって決めたんだ。今はそれで済んでもいつか乗り込んでくるかもしれねえな。だからよ一番、もう石ころで住んでる今のうちにもうこれは脅しだけだっつってママとばあさんほっといてずらかろうぜ。聞こえてる、聞こえてるよたく地獄耳なばあさんだぜ。ん、どうした。ん、あ、よく気づいたな。いや、あれ誰もいねえじゃねえか。いや、さっき人影が…なんだ、あ、ポップコーンかい。ポップコーンかよ。ビビ、久々に見たわそれ。いらっしゃいませ。お客さん、うちは初めてでしたっけ。まあな。こいつは、ああ、え、あの男ハローワークにいたやつだ。本当だ、あの野郎、無職のくせに飲みなんか来やがって。仕事斡旋されてきたんじゃねえか、ここ襲いに。ほらな、うら、止めろ、やめろ。お前コミジュルなのか。おい待て。邪魔すんじゃねえ。なんであんなことしたんだ。雇われたんだ。あの店をめちゃくちゃにすれば大金をくれるってな。5000円か。お前を雇ったのは、え、いくら、韓国のマフィアか。そうだろう。知らねえよ。公園で飲んでたら声をかけられたんだ。店をぶっ壊せば100万くれるってな。一緒に壊そう。邪魔するってなら、てめえらも容赦しねえぞ。100万かかってこい。俺の番だな。おやらー、とっておきだ。レベル8か。大勝利。ほら、やった、150円も持ってんじゃねえか、おめえ。一つ上の男。一つ上の男。てくそ。お前、名前なんだっけ。ハローで呼ばれてたよな。松尾や、松尾。そうだ、松尾だ。だよな。うるせえ。あのな、お前。店を襲っただけで100万なんて簡単にもらえると思ってたのかい。確かに嘘だ。おもちゃ悪いか。お前を雇ったのはあのビルにいる韓国マフィアだ、間違いねえ。なんでわかる。まあ身に覚えがあるっていうか、襲われる理由があってな。でもあいつらはな、公園で酒飲んでる無職男に100万もくれてやるほどお人よしじゃねえ。そうかよ。お前に声かけてきたのはどんなやつだった。顔は見たんだろ。さあな、覚えてねえよ。てめえ、ちゃんと答えろ。やめろ、ナンバー。聞きたきゃあのアマに聞け。アマ、アマ、あろ、なんだなんだなんだ。お、待て。おい、一番、おうな。 SE でかくね。やめとけ一番。あそこに入ったやつは生きて帰れねえんだぞ。
ムカつく。笑ってだった。あの野郎、コミジュルに雇われたんじゃなくて、え、あいつがコミジュルの。ああ、やつがコミジュルのメンバーかもな。なんだよ、どんどんやべえことになっちまってるじゃねえかよ。あいつアマって言ってたぞ。コミジュルに女がいんのか。そんなの知らねえよ。コミジュルの女、そんなのどうでもいいだろ。二重か。一番、ん、見ろ。あ、ボウガンだ。やべ、逃げろ。どうすんだよ、殺されちまうよ。くそ、よし、一か八かだ。撃たれるよ。おい、コミジュル隊よ。え、何してんだよ。あんたらが雇ったやつか。あんたらのお仲間かは知らねえけど、もうそっちに帰ったんだ。俺らも返しちゃくんねえか。ここで俺たち殺しても死体の始末ってのも大変だろ。やめとけって。あと、それとよ、スナックの電線の件だ。あれでスナックは廃業寸前なんだぜ。あんたらどっちみちあの店が潰れりゃ電気だって取れねえだろ。もういい加減やめてやれよ。お前の方こそやめてくれ。あんたらも気合の入った組織なんだってな。だったらチンケな東電なんて似合わねえだろ。やめとけよ。もう知らねえ、俺ら死んだな。死んだな。あ、まずい。気が済んだか。あ、引いたぞ。嘘。ありがとうよ。そうこなくちゃ。おい、帰ろうぜ。めちゃめちゃ矢刺さってる。マジかよ。マジかよ。話せばわかるやつなんやな。帰りなさい。なんだ、え？敵よりこっちが雇った用心棒の方が一枚上手、上手だったね。ありがとうございます。おかげで助かりました。うん。待った。そもそもママもばあさんもなんで解決したって思ってんの？ついさっき電話で連絡があったんですよ。さっきの男から。え？松尾。はい。さっきは悪かった。電線はそのままでいいって。そういうことさ。ディチギやねえか。あいつはコミジュルだったのか。うん。浜子さんっていうの？ありがとうございます。え？二人合わせて5000円。俺はてっきり一人5000円かと。お支払いしたいのはやまい。そんな金ないんか、スナックって。浜子さんにも借金している身で、今はどうしてもこれしか。じゃあ、浜子さんに借金してんの？浜子さんが払ってくれればよくない？おう。よせよ、ナンバー。人助けになったんだ。これで十分じゃねえか。俺の命は2500円。ってか。なんで直立不動の、ね、私が坊やたちを雇うよ。明日一日、私の店で働いてくれりゃ5000円払う。それで穴埋めにしようじゃないか。あんたは何やってんの？違うって。あたしはそんな下品な商売をやるもんか、スナックのママの前で。川沿いを下ったところに小料理屋が数軒並んでる。それが全部あたしの店さ。へえ。うん。あんたらには店の掃除をしてもらう。やるからにはきっちりと働いてくれ。それじゃあ明日店に来んな。ああ、そうだ、坊やたち名前は？
おう。1番。ん？俺は春日だ。下の、え？なんでそんな聞いてくんの？おう。1番だ。偽名じゃねえぞ。いい名前だね。大切にしなよ。なんか湯婆婆に見えてきたこいつが。なんや。え、なに、明日はこのばあさんの店に行かなあかんのか。これ車に轢かれたりする？ちなみに。え、そうだっけ、轢かれるっけ。あ、いるわ。そこのおもっ、あー、ダメかー。俺の番だな。なんでわかんだよ。あ、いた。おう、来たかい。ちゃんと来たぜ。おはようございます。たまには働くか。昨日と同じ服ですね。大きな、今日はもう店じまいだよ。ん、若いか。あ、モブの顔だ。おい、上のみんなも一旦出てっておくれ。なんなのよ、こんな時間に。もう少し寝かせてよ。なんなんこの子らは。なんなん。今から掃除が入るよ。みんな夕方まで出かけてな。うん。昨日あんた何人？5人も相手してたよ。小料理屋ってこういうことか。どういう意味？小料理屋って。まかないはなさそうだな。お料理や。しきりすぎて埃も出ねえよ。おいじば、うん。この地震拾ってくれよ。あ、もう、あ、ここ自体がそうなんか。仕事だろ。仕事でも触りたくねえもんは触りたくねえんだよ。意外と潔癖なんやな、ホームレス。わがまま言ってると一生ホームレスのままだぞ。俺は潔癖症のホームレスなんだ。いるんだな。アホか。ん？違法風俗反対。なんや違法風俗って。現状から撤退せよ。 BJ やこいつら。川沿いの飲食店経営者に注。こちらはブリーチジャパン。横浜地区リーダー久米である。違法風俗反対。現状から撤退せよ。なんでこんなデモしてるんや。なんだあれ。知らないのか。ブリーチジャパン。BJ。違法風俗反対。維新庁から撤退せよ。ブリーチジャパン。うん、いわゆる NPO ってやつだ。何 NPO って。もう14、5年前か。すべてのグレーゾーンを白色にってスローガンで世の中に出てきたんだ。へえ。世の中には白黒つけがたいグレーな領域があるだろう。うんうん。厳密には法に触れてるが、昔からの習慣で警察も目をつぶってる部分さ。そこが犯罪の温床になっているって主張してグレーゾーンに切り込んだのは奴らさ。危ないことじゃないか。ブリーチってのは漂白って意味だよ。グレーゾーンを漂白か。うん、横浜だけじゃなく全国に支部がある。でそのブリーチジャパンの設立者が青木亮。青木亮だ。青木亮、今の東京都知事だよ。はあ、それって町の浄化作戦をやったっていう。キャバクラは言ってたのに。確か神室町産経作戦。
うん、分かってるじゃねえか。青木亮は時代の寵児になってテレビや雑誌に引っ張りだこ。今じゃ東京都知事だ。政界に進出するタイミングでブリーチジャパンの代表は降りたが、今でも青木のカリスマ性は衰えちゃいねえ。だからあんなに若者が集まるのさ。あれ、警察は堀之内、もしかしてあいつらがここに集まった理由ってのは。こちらの店舗は飲食店として役所に届けております。うん、しかし2階に上がった客は食事など食べません。中井の女性が運んでくるのはお茶だけなのですでは客の男は中井と何をしているのでしょうか。それはいかがわしい行為に他なりません。決めつけちゃう。近所に住む人間なら誰だって知っていることです。れっきとした犯罪行為が何十年にもわたって堂々と行われているのです。でも言うてそこの子らは亡くなったら困るで。働かされる女性の多くは店に洗脳され、その重大さに気づいておりません。犯罪に加担する哀れな女性をなくすため、我々ブリーチジャパンは店の撤退を訴えます。邪魔しんだよガキンチョどもがここの女たちは頑張って働いてるだけさ。頑張っていれば犯罪も許されるんですか。ダメだ、融通が効かなさそうや。お前らみたいなお兄さんにどうこう言われる筋合いないんだよ。だったらなぜ飲食店として営業許可を取ってるんですか。やましい気持ちがあるからでしょう。守るもののためには仕方ねえ時もあんだよ。守るものとは何ですか。借金の返済日ですか。ローンの支払いですか。バカ野郎、お前ら体張る女たちを何だと思ってんだ。病気の親を面倒見る娘もいりゃ、うん、幼い子供を抱える母だっていいんだよ、みんなここが最後の砦になってんだ。すげえ真面目そうな髪型してるからな。聞きましたか皆さん、犯罪で稼いだお金で我が子を育てる女性がいるそうですダメだこりゃ。その子が将来親の仕事を知ったらどう思うでしょうか。深く傷つき親を恨むでしょう。職業なんて関係ねえ。どんな親を持ったって幸せになる子はなるんだ、うん、じゃあ連れてきてくださいよ。風俗嬢を親に持って幸せだってお子さんを。いちいち上げ足取るんじゃねえ。さっさとここから消えな。ほらいないでしょ風俗嬢を親に持って幸せな子供なんてここにいるぜ。あ、でも捨てられたやん俺は。行け。2階のゴミ箱に入ってたいろんなもんの詰め合わせだ。ばらまいてやっから受け取んな。ちょ、それってもしかして。そらよ。あ、逃げた逃げた。なかなかやるじゃないか一番。おお、よかった救われた。ブリーチジャパンの連中が偉人町でデモ活動始めてもう 2,3 年になるからね。 あんなのが毎週のように来るわけだから撤退した店も随分と多いよ。あの子たちのほとんどは日本国籍がないのさ。不法移民2世3世で違法で金稼いで、撤退させよっか。ここがなくなればあの子らはどこへ行けばいい。上がりのほとんど奪っちまうような悪質店に落ちるのは目に見えてる。
だったら私がここを守り通すしかねえだろ。なあ、守り通すそうなのかい。さあね、店のオーナーは私だが、土地と建物は借り物さ。所有者に出て行けって言われたらそれまでよ。ん？あ、ブリーチジャパン。はい。昼間は大変お世話になりました。報復に来たんか。こんな時間にデモ活動。デモではありません。ブリーチジャパンは弱者の味方です。そして時にはこういった方々も支援するんですよ。駅前のハンバーガーショップにたむろしていた若者たちです。彼らは生まれた時からファーストフードやインスタント食品で育ってきたそうです。クメ君が嫌いそうやね。美味しい食事を楽しむ習慣もないとのこと。でも食事も大事な教養の一部です。ならば彼らにもぜひそういう機会を提案してあげたい。そういう思いから今夜はブリーチジャパンが彼らへ支援金を用意しました。やってることは違法行為じゃねえかよ。つまりこちらの皆さんにこの小料理屋で目一杯一流料理の味を楽しんでもらおうかと。なるほど。おい、うん、飲食で営業許可を取ってる以上拒否はできないよ。じゃあどうすんだよ。支援金を踏んだくってやろうじゃねえか。うん、皆様ではご自由にお料理を楽しんでくださいね。ま、料理が本当に出ればの話ですが。では。なるほど。ああ、どんなうまい飯を食わせてくれるんだばあさん。今夜あるのはしけたせんべいさ。1枚1万円で出してやりゃ味わって食いな。いいね。口に合わないかい。じゃあクッキーがあるね。ちょっとかびてるけど私は食べないよ。でもあんたらにはちょうどいいんじゃないのかね。待った。客として正当なクレーム言ってる。ちゃんとしたまともな料理出せよ。おい、そうか。食い物は出せねえ店ってことだな。知ってんだろうが。じゃあ支援金くれたブリーチジャパンにはそう伝えとくぜ。いいよな。最初からそれが目的なんやろ。お前ら花から営業妨害のために雇われたんだろ。出て行け。小づいただけでサッカー選手ばりにアピールしやがる。いったー、このおっさん暴力振るいやがった。あかん、折れたわこれ。向こうが先に手を出してきた以上こっちは正当防衛だ。出してないですよ。別にしやれ。ナイフ出してくんな。俺の番だな。こいつら。待て。待て。なやこれ。絆技？強襲の、こんなもんあったっけ？仲間の力を集結し、敵一体にダメージを与える大技。戦闘メンバーの絆レベルが高いほど威力が増す。特定の状態異常中メンバーは攻撃に参加できない。そうか。リーダーはドイツだった。こいつか。ドイツがリーダーだった。お前か、薄い。おっしゃ、行こう。行けあっち、あっち、とどめだ。おい、薄いを倒した。おい、来た。クソ、親父のくせに。次に見かけたらただじゃおかねえぞ。まだ40代だぞ。その元気がありゃちった親孝行に向けるこったね。しかしブリーチジャパンがここまでする連中だったとはな。ひでえな。やつらの目的ってのは本当にグレーな部分をなくすことなのか。怪しいな。確かに。あの連中の大義名分は立派でも本音は支援金もらうのが目的なんだろうね。支援金、大義名分があるとはいえやってることは結局いじめさ。嫌な時代だね。さてと、すっかり遅くなったし帰るか。そうするか。うん、
悪いね、二度も助けられちまって。どういたしまして。また掃除が必要な時は呼んでよ。ちょっと待ちね。ん？なんだい？ん？あんたたちホームレスなんだろ？ああ。ここに住まないかい？え？二階の一部屋を貸してやるよ。え？本当にいいのか？それは助かるぜ。でも一部屋潰すよ。夜な夜な。その女の子の仕事が減って金に困るんじゃ。別に私はお人よしで貸そうってんじゃないんだよ。用心棒にすんのか。え、男の娘にするとかじゃないよね。あんたたちに部屋を貸すと居住権ってもんが発生する。それが私の狙いってことよ。はあ、立ち退きできなくなるのか。って居住権ってのが俺らにあるとどうなるんだい。頭悪いね。あんたらはここに住む権利があるって法律的に主張できるのさ。わからねえな。わざわざそんなことしなくても、うん、ここはあんたの店だろ。そうだよ。でも住んでるところはまた別さ。ここは単なる店舗だからね。ここには私の居住権はないのさ。なるほど。そっか、なるほど。それにここの土地と建物は借り物だよ。ブリッジジャパンの連中がここの所有者をけしかけて私らを立ち退かせようとするかもしれないからね。引っ越す準備してるわ。確かにやりかねねえな。でも居住権ってのはこれがなかなか手ごわい権利でね。それさえありゃ土地と建物を所有してたって住んでる人間を簡単に追い出すことはできなくなるのさ。なるほどね。俺たちが住むことで店を守る最後の防波堤になるってわけか。やっとわかったようだね。本当に住ませてくれるのか。本当に俺らでいいのか。ま、店の子たちだと国籍がないから賃貸契約が結べなくてね。仕方なしさ。ああ、なるほどな。冗談だよ。スナックの意見を見込んでこっちからの頼みさ。わかった。住み込みのガードマンやらせてもらうぜ。その代わり途中で出ていくなんて許さないよ。ブリーチジャパンが偉人町から去るまではきっちり面倒見てもらうよ。長い付き合いになりそうだな。恩に着るぜ。あったー。あったかいとこで寝れるよ。見ろ、一番天井があるぞ。天井が。おお、これが俺たちの城だ。立派なもんだぜ。最高だぜ。布団もふかふか。うん。いや、やっぱしかないそれくらいなんだよ。俺は潔癖なんだよ。その布団の匂いにはこの店の歴史と年季が詰まってんだよ。しかしホームレスから脱出できるなんて思ってもみなかったな。ありがとうな、一番。よかったな。バカ、礼を言うのは俺の方じゃねえか。ナンバがいなかったら俺は死んでたんだぜ。なあ、ナンバって看護師だったんだろ。まあな。なんで辞めちまったんだ。聞くね。病院の薬をくすねて闇で売ってた。自業自得やった。結構いい金になってよ。そのうち海外の医薬品まで仕入れるようになってな。手を広げすぎたらあっという間にバレちまった、まあ、おかげで看護師免許は剥奪されちまった。だよそれ。またバカなことやっちまったな。うん、後悔してるよ。でもここからやり直しはいいじゃねえか。うん、看護師は無理でもまた新しい目標だってできるだろう。簡単に言うなよ。そういう一番はなんか目標があるのか。え、いや、なんやなんや、わかんねえ。
ずっと追いかけてきた背中が目の前から消えちまったんだ。俺はその背中しか見てこなかったから、他のことなんて。組長さんのことか。なあ、まあお前なら何だってできるだろう。簡単に言うなよ、もう40超えてんだぜ。お前さっき俺にはずいぶん簡単に言ってくれたくせによ。そっか、だったな。悪い、やっぱ年齢ってあるんだ。目標か。一番よ、お前子供の頃何になりたかった？お笑い芸人。ああ、なんだっけな。もったいぶるなよ、照れてんのか。ガキの頃、うん、俺は勇者になりたかったな。ブレねえな。あ、勇者、どういうこと？ドラクエに出てくんだろ、あの勇者だよ。それゲームのキャラだろ。ありえねえよ。悪いかよ。いや、まあそんなの自由だろ、なりたいもんになりてえって。そんな夢見るくらいは自由だろ。だよな、そうだな。なりゃいいじゃねえかよ、勇者。なるべきだ。俺もなろうかな。それガキの頃に思ってただけで。でも今目標はねえんだろ。じゃあ残ってる目標はそれしかねえじゃねえか。酔っ払ったのか。大体そんなの職業でもねえし。そりゃ職業じゃねえよ。でも勇者ってのはスライム倒していつか成り上がってなるんだろ。生き様だろ。成り上がる生き様か。そうさ、お前なら今からだって成り上がれるぜ。40過ぎて成り上がりか。悪くねえな、成り上がりって生き様。一丁ドーンとかましてみっか。おう、その息だ一番。俺もこんな40代になろ。輝かしい未来に乾杯だ。うん、未来の勇者にな。乾杯。いいじゃねえかよ。あ？ん？あ？勘弁してくれ。松尾。必ずぶっ潰すから。失敗して悪かった。彼だってもういらねえから、もう一回チャンスを。あの邪魔した二人は、俺が必ず始末する。あのままじゃ、あんたらも困るだろう。な。네가걱정할필요는없어。가게에는전화해뒀다。뭐꼭그거？나머지는우리가알아서처리하지。何？何て言ったんだ？お前のようなクズを雇ったのが間違いだった。죽어라。面白いな。面白いな。